怖いなー。怖いなー。怖いなー。なんか稲川淳二さんみたいになってる。怖いな、怖いなー。皆様、こんにちは。ひものです。私は今、非常に眠いです。そして、非常にお腹が空いています。ということで、ご飯を食べたいんですけれども、ちょっとね、最近なんか巷で辛いものがね流行ってるので、私辛いものめちゃめちゃ好きなので、ちょっと辛いものを食べたいなと思って、でただ食べるだけじゃ面白くないから、じゃじゃじゃーん、手元にカメラをつけてみました。どうですか？初めての2カメラ方式ですよ。一気にいっぱい食べられないんだけど、辛いラーメンをねいっぱい買ってきたんだよ。一つはこれ、旨辛辛ラーメン。もう一つが極辛旨麺。近所のねドラッグストアに売ってたんだけど、これねお値段驚きの70円。さらにもう一つ、じゃじゃーん、ペヤング焼きそば激辛マックス。めっちゃ部屋が反射してるー。ということで、3種類よいしょ、もう開けちゃえ。3種類買いました。で絶対ね、多分これが一番辛いんだよ。だからこれは最終日に取っておいて、もう開けちゃったけど、これを食べてみたいと思います。私これを食べるのは初めてです。あ、美味しそう。とっても美味しそうです。4分30秒、あ結構長いね。まあ、私あの3分って書いてあったら1分で食べちゃうから、じゃあ2分ぐらいで食べちゃおうか。ということで、ちょっと一旦調理してきます。お待ちください。はい、ということで作ってきました。さっき私、初めて食べると言いましたが、嘘をつきました。あのね、匂いと火薬をね、中に入ってる火薬見て分かった。私多分これ大昔に食べたことある。よいしょ。ということで、いただきます。あのね、器がね、熱くてね、持てない。持てないんだよね。よいしょ。美味しい。あー、めっちゃ美味しい、これ。あのさっきのね宣言通り、ま、やばい、ちょっと待って、手が熱い、ちょっと一旦置こう。あのさっきの宣言通り2分ぐらいで鍋から引き上げたんだけど、こうやっていろいろ準備してる間にいい感じに煮詰まって、煮込みラーメンらしいからね、すっごい麺がもちもちしてるの。めっちゃ美味しい、これ。多くないんだけど、なんか知らんけどめっちゃむせる。やばい、めっちゃ汗かいてきた。ちょっとエアコン入れよう。はい、ということで多分3分の1か半分ぐらい食べたんですけど、ちょっと辛みが足りないので、こちら私が愛用している鷹の爪でございます。これをで、やばいな、これちょっとふにゃふにゃしてるな。まあいいや。で、種を出すんですけど、で切って入れたいと思います。はい、ということで、唐辛子が入りました。食べます。美味しいです。美味しいです。唐辛子をね、扱う上で一番やってはいけないことは、唐辛子をこうやって触った手で目をこすること。あ、ってことは待ってよ。もうこの、あ、しかも汚れてるし。この手袋、もう使えないってことじゃん。あ、でも大丈夫。私、この手袋ね、10個ぐらい持ってるから大丈夫だよ。あー、めっちゃ美味しかったです。いやー、すごい。なんか、旨味が、そう、あのね、辛いだけじゃダメなんだよ。旨味がないとダメだから、すっごいこれは旨味が強くて、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと、一気食いしちゃった。美味しかった。一気に食べちゃった。せっかくなので、お汁も飲めます。全国、じゃあ全世界100カ国以上で販売してるロングセラー商品だって、すごくない？唐辛子をかじります。これは先っちょの方かな、酸っぱい。こっちは、あ、これ利き唐辛子できるな。輪切りにして、これどこの部位でしょうかってできるかもしれない。
これは本当に先っぽの方。はい、ということで、完食って言いたいところなんですけど、ごめんなさい、あの人参は食べられません申し訳ございません。良い子のみんなは真似しないでね、好き嫌いなく食べようねということで、お汁も合わせて完食しました。本当に本当に美味しかったです。なんだろうな、結構ね、辛いものってこってりした系が多いんだけど、これはね、その旨味は強いんだけど、意外とお汁自体はなんかあっさりしてて、ごくごく飲めた。あの蒙古タンメンって食べたことあるかな。蒙古タンメンとかね、すごいね、こってりした、あのニンニクとかもいっぱい入ってるお味噌系のラーメンなんだけど、これはなんかすごいあっさりしてた。なんか出汁の味がすごい強かったんだけど、これは多分万人におすすめできる辛いラーメンだと思います。とっても美味しかったです。これからデビューする辛い食べ物には、ちょっと辛さレベルと美味しさレベルっていうのをね、超独断と偏見でつけたいと思ってるんですけど、何を基準にするかというと、自分で適当に作ったチャーハンにさっきのこの唐辛子を3つ種ごと丸ごとぶち込んで作ったやつが一番辛くてあのそれごはんは完食したんですけど、あの唐辛子は残しちゃったっていうのが、それが一番辛かったので、それを基準にしたらみんなわかんねえな、まあいいか。で、基準にすると辛ラーメンはレベル 1.5 ぐらい、辛さとしては。で、美味しさは10です。本当に美味しかったです。ありがとうございました。ということで、次回のレビューをお楽しみに。それではバイバーイはい、ということで皆さん、おはようございます。ひものです。私は今起きたばっかりで、とってもお腹が空いています。そう、お腹が空いたら辛いラーメンを食べましょうということで、本日も辛いものレビューやっていきたいと思います。本日食べるのは極辛うま麺です漢字が読めないあの前回ね、ちょっと喋ったと思うんですけど、あのもう言っちゃうんですけど、あのね、元気っていうドラッグストアがあるんですよ。そこで売ってる、あの、なんだろう、ご当地激安ラーメンみたいな感じです。税抜きで68円なので、税込みだと70何円ぐらいのめっちゃ安いラーメンです。これをね、食べたい人は、福井県か石川県か岐阜県か愛知県の現金まで来て買ってくださいということでそれではちょっと開けましょう。よしよし、じゃーん、中はこんな感じです。さすがにね、安いんで、もう火薬というものはほとんどありません。ネギと唐辛子だけです。これが多分激辛のね、スープですね。ということで、調理してきますので少々お待ちください。お湯を入れてまいりました。めちゃめちゃいい匂いが漂っております。でもこれ近くで嗅ぐとね、さっきくしゃみしちゃった。すごいふんって肌に辛いものが。ちなみに前回、エアコンをね、切り忘れてしまって、でそのまま一日過ごしてしまって、その結果久しぶりに風邪をひきました。めっちゃ喉が痛くなって、だからやっと治ったのでね、辛いものが食べられます。ということで、お湯を入れるとこんな感じになりました。では実食いただきます。かき混ぜましょう。うん、おいしい。唐辛子の味がめちゃめちゃ強いです。このシリーズはね、めちゃめちゃあっさりしてるんですよ。何が好きかって、まあ悪く言ってしまえばね、安いんで安いっぽい味って言われるかもしれないんですけど、私はこう複雑すぎる味だとちょっと途中でね、飽きちゃうというか、あの気持ち悪くなっちゃう。こってりしすぎると気持ち悪くなっちゃうので、これぐらいね、あっさりと単純な味の方がこういくらでも食べられるみたいな感じで。でも前回からパワーアップしたかって言われると、ちょっと最近あんまり食べてなかったんで、そんなに違いがわからないっていうのが正直なところです。これはサラサラと食べられてしまいますね。でもどこだろうな、
思ってたほど辛くはないな。ではちょっと課金、これをね、これもそうなんだけど、今日はちょっと別の課金を持ってきたので少々お待ちください。持ってきました、一味唐辛子。でもなんかね、これどっちかっていうと旨味がね少ないから、なんかソース系を入れたいんだけど、私ソース系の辛いの持ってないからしょうがない。一味を持ってきました。これね、ちょっと見づらいんですけど、わかるかな、あの私がね一番好きなアニメ作品であるモブサイコ、モブサイコ100の、師匠デーゲン師匠のソルトスプラッシュっていう必殺技があるんですけど、それのグッズです。これはね、あのソルトスプラッシュって言って、あの幽霊にお塩をまく技なんですけど、これ中身そのまま唐辛子をまいたら多分大変なことになりますね。あれ不審者対策にいいかもしれない。ということでこれをもうどうしようかな。あんまり元々がなんかもう一味をねいっぱいかけましたみたいな味だから、あんまりなんか一味っていうのもな、なんかどうすればいいのね。やっぱりデスソースとか買った方がいいのかな。ね、詰め替えを切らしてしまったので同じく元気で買ってきました。どうだろうな、唐辛子の味が増した。無言で完食しました。お汁ちょっと少なかったかもしれない。でもとても美味しかったです。なんだろうな、前回のあの辛ラーメンが醤油ラーメンなら、これは塩ラーメンって感じ。さらにあっさりしてます。じゃあせっかくなんでお汁も飲みましょうか。なんかもうこのままの勢いでペヤング食べたいな。ちょっとお汁はね、塩気がかなりきついので、ちょっと一気に飲み干すとめっちゃ喉乾いちゃうかもしれない。しょっぱいな。ちょっとしょっぱいな、これは。これはね、多分、そういう具を足す感じで作られてる気がするんですよね。具がないからね。まあ私はね、そういうの何も気にせずそのまま食べちゃうんですけど。はい、ということで、飲み干しましたが、正直これのお汁を飲み干すのはおすすめしません。もう今もうなんかすごい2日分ぐらいの塩分を一気に取った気分です。これやばいな、高血圧になっちゃいそう。でもね、味自体はすごい美味しいですよ。68円とは思えない美味しさです。めちゃめちゃ今喉が渇いております。あ、そうそう、言い忘れてたけど、まあ、前回も今回もね、まあ、あの水なしでね最後まで行ったんですけど、せっかくならじゃあペヤングも水なしで行けるかな、どうかなっていう感じでやってみようかなって思ってます。ということで、ここからうま麺を本日は食べました。辛味はそうだな、10点満点中2ぐらいです。で、旨味が10点満点中7ぐらいかな。めちゃめちゃあっさりしてます。ちょっとびっくりぐらいするぐらいあっさりしてます。だから本当にあのわかめスープとか塩ラーメンとか春雨とか、ああいうのが好きな人はハマるかもしれない。ということで、私の愛する元気のここからラーメンを本日は食べました。ありがとうございました。なんかもうこのまま激辛ペヤング食べてしまいたいような気分なんですけど、ちょっと今塩気でダメージを受けてるので、ちょっと今から甘いもんでも食べてこようかなと思います。はい、ということで、作ってまいりました。といってもまだソースは入れておりません。今から入れたいと思います。はぁ、緊張する。鼻水と涙が大量に出た時のためにティッシュをちゃんと持ってきました、箱ごと。あー、緊張する。やばい、ちょっと待って、早く混ぜないと。さあ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 、混ぜましょう。怖いなー。なんか稲川淳二さんみたいになってる。怖いな。あ、これはやばい匂いがする。でも思ったほどではないかもしれない。あのやっぱ汁、お汁じゃないからあんまりこう揮発してない
からさっきのゴクカルマメンはちょっと匂いを嗅いだ瞬間にくしゃみが出たんですけど、そこまでではないですね、一応今のところ。やばい、めっちゃね、手袋汚れてる。汗はした。でもパッと見美味しそうなんだよな。じゃあ、いくよ、食べますよ、いきます。うん、怖い。いただきます。あー、なるほど。あ、でも全然違う。ちょっと今までの2つとは全然違う、これ。すごい、口の中にカプサイシンのあの感じが広がる。これは食べられるかな？ちょっと心配になってきた。でもすごく美味しいです。あ、でも待って、すっごい美味しい、これ。すっごい美味しい。私が追い求めていた辛さと、旨味と、あと焼きそばだから、なんて言えばいいんだろうな。こう。お汁があるとね、ちょっと冷まさないといけないんだけど、もうすでに冷めてるからパクパクいける。食べたー。すいません、食レポを放棄してしまいました。いやー、びっくりした。すみません、なんか全然何も喋れなかった。途中まではね、なんか割と普通にパクパク食べてたんですけど、ちょっと途中からあんまり記憶がなくて、なんか無我夢中で食べてました。で、気がついたら完食してて、だから口の中がもう、なんて言えばいいのかな、燃え盛る炎のようでした。こんな経験はちょっと初めてです。いやー、びっくりした。いや、でもね、やっぱすごい味が美味しくて、なんて言えばいいのかなって、やっぱり、なんか前の同じこと言ってるような気がするんですけど、辛さの割にはあっさりしてます。そして旨味が強いです。で、このサイズなんで、結構、早く食べきれますね。やばい、ちょっと本当に途中から記憶がない。いやー、すごい美味しかったです。ちょっと待ってね、他に何言えばいいんだろう。いや、やばい、だってこれ食レポ的には完全に失敗だから、ちょっとここで場を繋がないと思って。でもよかった。食べきれた。すごい美味しかったです。本当に前々から、あ、ちょっと残ってるな。本当に前々からね、これを食べたかったので、私が今まで食べてきた、このカップ系の、食べ物の中で一番辛いです。はい、ということで、完食です。ああ、最後の最後でなんか全然うまく食レポできなかった。ごめんなさい。ですね、そうね、総評で、じゃあ総評いきましょうか。辛さは、もう、12ぐらいです。最初、昔私が作った、チャーハンよりもずっと辛いです。今まで食べた中で多分一番辛かったです。で、うまさも10です。すごく美味しかったです。なんかもう一度食べたいな。なんか今度はもっと味わって食べたい。ちゃんとなんか、そうね、辛くなったら飲み物とかも用意してもっと味わって食べたいと思っちゃった。あっという間に終わっちゃったよ、これ。ちょっとどう編集しようか、ちょっと悩みどころなんですけれども、見ていただきありがとうございました。動画的には全く面白くなくなってしまったので、ちょっと今どうしようかなと悩んでるところです。もうなんかいっそのことをカットにカットを重ねて、3作品一気に食べる動画にしようかなとも思っているんですけれども、ちょっとどうするかは編集中の干物と相談したいと思います。ということで、今後もね、
レビューやっていきたいなと思いますので、ぜひ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  YouTube のコメント欄でおすすめの辛い商品を教えてください。ラーメンに限りません。お菓子とか普通の食品とかでも構いませんので、ぜひぜひ教えてください。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。うむーちょっと心配なのは私の胃と腸事情なんですけど、お腹がね結構弱いので、しょっちゅう辛いものを食べすぎてお腹を壊してるんですけれども、ちょっと今日ももしかしたらペヤング君に負けるかもしれませんということで、ご視聴いただきありがとうございました。とっても美味しくて、そしてとっても辛かったです。ありがとうございました。いやー本気で辛い、ここまで辛いと思ったの初めてです。本当に美味しかったです。では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 、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。